で、今まあ、日の話題はあれですか？103万円例のの、壁とか、130万円ですね、一番でかいのはね。僕の生活に全く直結しないんで、あんまり調べてないんですけど、こういうの得意だろうなと思って聞きたいなと思ったんですよ。いやいや、僕も社労士じゃないんで、そんな得意じゃないんですけど、大体は今日のために調べました。でも、そもそも、このね、専業主婦3号って存在がいて、それを扶養に入れるってどう思います？働く人は全部税金と社会保障料は払った方がいいと思うんですよ。で、いや、それ僕はもそう思いますよ。子供とかさ、高齢、あの後期高齢者とか、病人は扶養でも構わないけど、働けるのに、で、好きで専業主婦になるなら、その分はちゃんと負担してもらわないと、僕はダメだと思うんですよね。いや、僕もそう思いまで、すよ。その前提で言うと、まあ、103万を超えると、急に所得税が10%取られて、今度130万で社会保険の負担が来るんで、実は130万超えると、今度170万以上稼がないと、マイナスになっちゃうっていうのがあって、これ今回103万外しても130万で止まっちゃうわけですけど、やばいのが、130万の壁取り払って、国は全部社会保険取らないと、アホはね、札配ればいいとか言ってますけども、今、日銀もこれ以上国債買い取りできないって言ってるし、国債発行でしても買い取り先がいないわけじゃないですか。どっかを削ってするなら分かるんだけど、削らないで減税だけをしてもしょうがないかな。減税してほしいやん、みんな減税してほしいじゃないですか。その減税したからって言って、税収が増えるかっていうと、増えてないわけですよね。だって定額減税して、最大で5000億ぐらい、4兆円減税しても5000億ぐらいの税収しかなくて、103万の壁取り払ってみんな働いてもみんな使うかって言ったら、貯金するんじゃないかと思うんですよね、い僕や、はまあ、ね。そりゃそうでしょうね。名古屋市もね、河村さんが減税したから税収増えたって言ってるんですけど、名古屋市自身がシミュレーションしたら、減税しなかったらもっと税収増えたって言ってますんで、名古屋市のサイトにシミュレーションが出てて、河村さん、嘘を言ってたっていうふうに書いてあるんで、そう考えると、今こんなにお金がないのに減税していいのかっていうのは、僕は一番最初思うんですよ。いや、で、まさにそうだと思うんですけどね。でも、それ僕言うとは、さ、それ言うと選挙通らないじゃないですそう、今回、維新がね、やられましたよか。ね。高齢者を3割負担にするって言ったら、もう惨敗しちゃったじゃないですか。で、それを考えると言えないんですけど、平成の大合併で、実は自治体数は半分になって、7兆円ぐらい浮いてるんですよ。すごい人口減ってるし、全部まとめたら、多分5兆円ぐらい浮くんですよね。5兆円浮かして減税するから、大合併もう一回やろうって言ったら、国民はみんな賛成すると思うんですよね。社会保障を切り詰めるよりもずっと説得力あるし、だからその前提でこういうのをやれば、ああ、なるほどねと思って、その怖いのが103万の壁を取り払って178万円すると、7兆円から100円足りなくなるわけじゃないですか。そう、今その税収どうするかっていう時に、その手取りが増えるから経済回って税収増えるって言ってるんだけど、本当に増えるかって言ったら、増えなかった時どうするので、ちょっと怖いな確かとに。は思うわけです。それどうするつもりなんですかね。玉木さんは経済が回るからプラスになるって簡単な根拠で言ってるんですけど、考えてないですよね、政治家はね。実際には130万円の落とし穴があるんで、それ以上働いたら2、30万こう引かれちゃうなら、みんな130で止めちゃうから、効果ほとんどないじゃないか、の壁を取り払っても、結局社会保険料がものすごく引かれるから、結局178万まで働いても、だから実際に増えるのは50万ぐらいしか手取り増えないから、みんな130万で止めちゃうんじゃないかな。だから結局130万にものすごい谷があるんで、実はこの130の壁の方がでかくて、政府が言ってる178万円みんなが働いたら7兆円損するっていうのもちょっと大げさだし、103が130になるだけ、27万円分だけ余計に働くけぐらるいと。で、月2万円ぐらい分だけ働くだけで。財務省がパートアルバイトにもなんか社会保険料を義務付けるみたいな、あれは何なんではいすか？はいはい、あれは結局130もの壁も取り払って、みんな払ってくれっていうふうに言ってるのと、今国民健康保険がめちゃくちゃ赤字じゃないですか。免除されてるやつがもう2、300万人ぐらいいて、払ってるやつも払わないやつが25%ぐらいいるんで、サラリーマンが補填してるわけじゃないですか。なんで我々が農家のために給所得者は金出すんだよっていうふうになってるわけですけど、130万取り払う検討された方が、皆さんは重たくなるわけですよ、社会保険料を払わなきゃいけないから。でも社会保険料が切羽詰まってるから、財務省としてはやらないとお金がないと、削るって話が出てこないんで、本来はやっぱりここまでマイナンバーやったんだから、マイナンバーと口座紐づいてるから、
資産がある高齢者は年金はもらえないとかしないと回らないのに一切やらないでしょ。高齢者の医療費負担を 30% に上げるって言いづらいから別の方向で上げるしかないですよね。だから取りやすいのはサラリーマンなので、サラリーマンは 100% 課税される、あの商店は5割で、うん、農家は3割って言われてて、その国民年金の人たちっていうのはその農家とか申告をちゃんとしてない人たちが足りないからって言ってサラリーマンからさらに取ろうとしてるっていう。そう、税の元の平等、つまりあの脱税を全部なくした分だけサラリーマンを楽にするっていうのが正当性あるんじゃないかなと思うんですよね。今回の話もこれサラリーマンの話じゃないですか。サラリーマン家庭の話で、自営業とか農家とか全部外れてるわけですよ。ちゃんと申告してるところもあるかと思うんですけど、で、この今回の103万も全部そういうサラリーマンの家庭が負担したお金とが全部いかないから、どう考えてもその自営業とか農家とか、僕はそこが一番埋蔵金じゃないかと思う。払ってないところからちゃんと取るようにしたら、高、うん、所得者の家庭はかなり楽になるんですけど、どのせいとも言わない。これはだからあれですよ、結局組織票だからですよ。給与所得者の団体を作ってサラリーマン新党っていうのを作れば、そこそこ議席取れんじゃないかなと思うんですけどね。めちゃくちゃいいですね、それね。国民年金も今払わない人が多い分、なんでサラリーマンが負担するのかってなってるわけじゃないですか。消費税 14% に上げると国民年金も年金取らなくてよくなるんですよ、うん、それ全部ごまかせないから、消費税 14% に上げて国民年金は全部消費税で賄えますと。企業負担もすごい減るから結局なると思うんですよね、うん、消費税を上げてあと 4% 上げると国民年金はもう払わなくてよくなる、不払いもできなくなるし、うん、その免除もできなくなる。収入を過少申告していれば国民年金の掛け金少ないわけじゃないですか。全部払わずに得ないでしょ、消費税に切り替えたら。確かに。だから消費税 14% に上げて国民年金減らしますって言うと、サラリーマンすげえ手取り増えるはずなんですよね。企業も楽になるから、うん、消費税を 4% 上げて国民年金をゼロにすると、もっと給与所得者が自分の権利を主張した方がいいと思うんですよね。なんか誤解してるんですけど、国民年金払い終えた人たちはどうするのとかって言ってんだけど、積み立てじゃないんですよね。今現役世代が払ってる年金と税金で補填をしてると、若者から老人にお金がいってるだけですよね。高齢者自身がそれを知らないで、自分は社会保障の恩恵を受けてるかって聞くと、恩恵を受けてるって言ってる人が 20% ぐらいしかないんですよ。だからみんなもらってんのに、年金や医療が社会保障だと思ってないんですよ。ここが最大の問題かと。だからみんな反対するんですよ。国お金余ってると思ってる人が5割6割いるんですよ。なるほどね。税収が過去最大なのに、なんで税金増えるのかって、もう支出がさらに上回って過去最大だからなのに、左側の政党さんではあえてそれを言わずにこう洗脳してるとこもあるじゃないですか。これ国民がやっぱりバカなんじゃないかと思いますよね。現状知らなすぎ。103万の130万の壁を言う前に、やっぱり脱税してるような人たちをどうやってさせないかっていう。僕はその高額紙幣を廃止してキャッシュレス化を推進する。高額紙幣を全部今タンス預金に使えなくして、不動産とそれから、金融は全部マイナンバーに紐付けると。国民全員で負担するんだったら、僕は消費税が一番あの平等だと思うし、取りっぱぐれないから、うん。で、今回ちょっと103万円の株どうなのかって話なんですけど、全員働くべきだと思うのよ。専業主婦したいのは勝手ですよ。でも専業主婦って収入が300万切るとめっちゃ増えるんですよ。だから低所得者と高所得者に多くて、高所得者の方を払ってもらえばいいじゃない。でも低所得者に専業主婦多いってなんか信じらんないでしょ。固定観念が強いそうだから、所得もないし、その女いいろみたいなやつで所得稼げないやつがいっぱいいると。女性の方 もう家庭に入って働かないっていうふうに考えてる人は所得も低いっていうのもあるんですよ。その古い考え方の人たちっていうのはお金も稼げない、うん、1500万超えてくる人たちはかみさんの分のね、社会保険料とか払ったっていいじゃないですか別に。専業主婦がいないと少子化が進むとかにする、逆なんですよね。日本とドイツが専業主婦率一番高くて一番少子化してるんですよ。だから少子化と専業主婦って逆なんですよね。働いて稼いで税金払おうよっていうのが一番正しい姿勢かなと思いますよ。マイナンバーカード作りたくない、補足されるからって、脱税したい、するしたいから反対してるのみたいなのがいっぱいいるから、税が国民の義務っていう感覚が、しかも社会保障の恩恵を受けてないって8割思ってるから、自分に返ってきてるってことが全然分かんないんじゃないかと思うんですよね。なんでこの私たちこんなに税金を払ってるのだった時に、払わない人分をかぶってるからだっていうふうに全く誰も言わないのがすごいなと。一番今回の100歳の壁良かったのは、給与所得者が
もうこれだけ壁があって、これだけこうがっちり取られようとしていて、壁を上げるだけで 7.4 兆円もマイナスになるってことはさ、どんだけ所得税取ってたのって話になるじゃないですか。妻が103万から180万に働くときに 7.4 兆円余計に取れなくなるってことは、ものすごい金額をサラリーマンから取ってるってことなんですよ。じゃあちょっと新党結成に向けて動きましょう。僕取れると思うな。税の元の平等です、キャッチは。やりましょう。